エンゼルス4月5日タイガース、移籍か残留か、MLB の話題の中心はいつも、翔平、だ。エンゼルスの大谷翔平投手は今季残り全試合の欠場が決定。今後は手術か、それともシーズン終了までチーム帯同となるかなど、その動向も注目されているが、何よりファンが注目するのはどのチームでプレーするかということ。去就にまつわる話題が尽きない中で、MLB 評論家は残留を予測した。この日の試合開始前、大谷翔平のシーズン後の FA 取得について話題が及んだ。果たして来季もエンゼルスに残るのか、それとも他チームへ移籍していくのか。この話題について秋猪瀬氏は、僕は故障が発生する前の段階から、大谷翔平はおそらく FA でエンゼルスに残留するだろうというふうに予想はしています、とまず結論から述べた。その根拠として猪瀬氏は、ここに来て右肘が故障してしまって、手術を受けるという流れになりましたので、この流れを考えるとより一層、来季以降エンゼルスでプレーを続けていくんだろうというふうに思います。というのはやっぱり二刀流という特異性、そのルーティンが大谷翔平にしかわからない。今度は右肘のリハビリをしながら打者大谷翔平としての出場をしていく。難しい状況は、以前にトミー・ジョン手術をした2018年、2019年シーズンで、エンゼルスのスタッフはみんな経験してるんですね。この環境から離れて、また一から全てを構築していく、新しい環境に行くというのは、非常にリスクもはらんでいる、と説明した。この予測にファンからは、さすが秋さん、複雑やけどそれが濃厚なのかな、よかったな残留やってみんな、と同調する声も上がった。大谷翔平は今季、初の本塁打王と2度目の MVP の期待も高い。FA となればその契約は700億円以上、MLB 史上最高額の超大型契約になるのではとの声も上がる一方で、右肘手術の影響で来季の登板が不透明となればその契約にも影響を及ぼすことは避けられない。果たして、翔平は来季も赤いユニフォームに袖を通すか？大谷翔平は17日からの遠征には帯同せずネビン監督、ノー。右肘手術の可能性については、いつ手術を受けるのか知らない。エンゼルスのネビン監督は17日、日本時間18日、怪我で今季のシーズン全休が決まった大谷翔平が19日からのタンパ、ミネソタ遠征には帯同しないことを明らかにした。この2日はベンチで試合を見つめたが、遠征についていくかとの問いに、ノー、そうは思わない、と答えた。エンゼルスは19日から6試合の遠征で本拠地を離れる。その間に大谷翔平が右肘の手術を受ける可能性はある。指揮官はいつ手術を受けるのか知らないと答えたが、前日にミナシアン GM はできるだけ早く何らかの手術を受けると明かしている。エンゼルスは25日から10月1日までの本拠地6試合を行い、今季の全日程を終了する。最後の本拠地試合には、大谷翔平もチームメイトと過ごし、何らかの形でグラウンドに出ることもあるという。そして、その場が今季オフにフリーエージェントとなる大谷翔平のエンゼルスの最後の姿となる可能性もある。エンゼルス、まだまだ止まらぬ故障者続出パリスが急遽先発外れる大谷翔平今季終了で IL15 人。大谷翔平投手が所属するエンゼルスは、9番、2塁、でスタメン出場する予定だったカイレン・パリス内野手、21、が、左親指の痛みを訴えて試合開始前に急遽スタメンを外れた、2番、遊撃、に入っていたフレッチャーが、2番、2塁、に入り、ネトが、9番、遊撃、でスタメン入りした。エンゼルスの故障者続出の渦がなかなか止まらない。前日の16日、同17日には、大谷翔平が右脇腹張りで15日間の負傷者リスト、IL に入り、今季終了が決定。6月以降はウルシェラ、ドゥルーリー、トラウト、レンドン、ウォードら主力野手の長期離脱が続き、チームも8月の月間成績が8勝19敗と大失速し、プレーオフ争いから漏れた。現時点で IL 入りしているのはロドリゲス、ウォーレン、キハダ、レンドン、ウルシェラ、トラウト、アデル、バックマン、ウォード、シルセス、バリア、レンヒーホ、モニアク、ムスタカス、大谷翔平の15人。なかなか主力が揃うことなく、シーズン終盤まで厳しい戦いを強いられている。
我々の予想を大きく超えた無念の今季終了となった大谷翔平の添付の際、に米メディア敬服、二度と出会えないかも。メジャー史上初2年連続、2桁勝利&2桁本塁打。二刀流選手の功績が、改めて脚光を浴びている。現地9月16日、大谷翔平、ロサンゼルスエンジェルスが右脇腹痛のため、10日間の負傷者リスト、IL 入りが公表され、今季の残り試合に出ないことが球団から発表された。今季も二刀流としてフル稼働した大谷翔平は、メジャー史上初めて2年連続の2桁勝利&2桁本塁打という前人未到の大偉業を達成。44本塁打はア・リーグトップを独走し、2位に9本差しをつけ、日本人初のホームランキングが現実味を帯びている。そして、二刀流スターが出場する可能性が完全消滅した中、米メディア、ザ・アスレチックは1本の記事を配信。大谷翔平の突出した才能について、私たちの当初の予想を大きく超えた。完全に間違いだった、と感服。唯一無二の伝説上の生き物であるユニコーンに例え、メジャーリーガー大谷翔平の進化を改めて振り返っている。同メディアは当初、彼が二刀流プレイヤーとして通用するほどメジャーで打てるかどうかについては本当に疑問視していたと半信半疑だったという。大谷は MLB でのキャリアの中で投手よりも打者としてより多くの価値を発揮してきた。彼は自分のプレーに様々な変化を加えることによって、誰も到達したことのないところまで達した、とし、メジャー移籍後は投手よりも打者として大きく進歩していると強調。次のように分析している。メジャー1年目の頃はロングスイングで右投手だけを打ち、4分の1以上を三振に費やしていた男が、今や出塁率、打率、本塁打でアメリカンリーグをリードするエリート打者になっている。投手陣は彼を打ち取るために、毎年新しい攻略法を見つけなければならない。大谷は常に弱点をなくす努力をし、相手に対してアプローチを変えたりしている工夫をしているのだ。メジャーの猛者相手に毎年のように鍛錬を積み重ね、より凄みを増している大谷翔平。希代の二刀流スターへ、ザ・アスレチックは最後に、翔平大谷は一人しかいない。彼のような選手は、もう二度と出会えないかもしれない、と極上の言葉を送り、記事を締めくくっている。2018年、日本ハムからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を果たした当時23歳の日本人は、今や MLB を代表するスーパースターに成長し、米メディアから畏敬の念を示されている。